可愛いです。ワンダーシェフならぬワンダーパティってとこね。なんだか料理の腕がさらにアップした気がするのじゃ。甘い、まだまだフルーツポンチのように甘いな。何を言うか、うち海峡の渦潮の波よりもしょっからあい女なのじゃ。忘れているぜ、ワンダーシェフは擬態ができなきゃいけないってことを。ガッガーン、そうじゃった。でもどうすればあんな擬態ができるのかの。そうね、よし、まずは観察力から養おう。ものを知らないと擬態は無理だから。ではまずはジュディスちゃんの寝相と寝言を記録してくるのじゃ。はい師匠。ちょっとパーティー、もう変なことさせないでください。パーティー、パーティー。はあ、ヨーデルはフレンの心の内を分かっていたんですね。殿下自らに背中を押してもらったんじゃ頑張らないわけにいかないわね。ねえ、必ずお役に立ちますよ。しかし俺たちと一緒にアレクセイを止めることを命じるなんて、あの天然殿下単なるお人よしかと思ってたが、見るとかちゃんと見てんだな。世の中善や理想だけで通用しないけど、あんな粋なことできるなんて皇帝として期待持てるわ。まあそうじゃなきゃ困るってもんだ。対局を見る目や人を使う能力、そして善意、両方を兼ね備えた人なんてそうはいないからね。大丈夫です、ヨーデルならきっと。ともかくヨーデルから連れてけって言ったんだ。好機使うから覚悟しとけよ。ああ、殿下のご好意でいただいた機会を無駄にはしない。よし、行くぞ。
んたが私たちと一緒にいると騎士団が追いついてきた時また面倒なことになるんじゃないの。アレクセイとやり合う前にこっちで問題起こしてたんじゃシャレになんないわよ。あの騎士のお姉さんね、一番の問題はどうするつもりなのかしら。彼女は僕を理想化しすぎているんだ。世の中はいいものと悪いものに割り切れるべきだと思っている。お前ならそういう世界を実現できると信じてんだろ。だけど現実はそう単純じゃない。そうだから早く気づいてほしい。彼女なら気づけるはずなんだ。きっと視野が狭くなってしまっているんじゃの。あ、そういう部分はリンゴ頭の方が分かってそうだよな。ユーリ、その言い方は彼に失礼だよ。ウィチルはアスピオで将来を有望視されている優秀な魔導士なんだから。あいつがね。なんだ、知らなかったのか。別に興味なかったから。言われてみれば他のやつよりは的を射たことを言ってたような気はするわね。協力要請の後もずっと僕や騎士団に力を貸してくれている真面目で熱心な子だよ。フレンは部下思いのいい隊長さんじゃな。貸したものを返してもらおう。あれの出現を許したお前にデインノモスを託してはおけない。あれが何だか知ってんのか。古代遺産、巨大ブラスティ、そして使い方を誤らなければこの世を最悪から守るべきもの。だが渡るべきでない者の手に渡ってしまった。全て元ある場所へ戻すべきだ。まずはその剣を私に。待てよ、元ある場所に行ってんならエステルに返すべきじゃねえのか。正しく使えぬ者の手に置いておくことほど無益なことはない。私たちはデインノモスに皇帝の証以上の意味を見出していませんでした。そういう意味ではあなたの手にある方がふさわしいのかもしれません。じゃあ悪いけどもうしばらく俺に貸しといてくれないか。アレクセイは俺たちが止める。そのために。分かった。しかしもしお前たちが最悪を前に膝を折ることあらば、その剣我が手へ回収する。分かった、行こうぜ。フレン、ずっと戦いっぱなしだが疲れとらんかの。これくらいどうってことないよ。気のせいか戦うほど生き生きしてない。誰かさんとか誰かさんみたいな。誰だ、誰かしら。隊長に昇進して前線に出る機会が減ったからね。剣を鈍らせないためのいい修行になってるよ。どんなに理由を取り繕ったところであんたも戦闘バカの仲間よね。戦闘バカは初めて言われたよ。フレンだけは常識人だと思ってたのに。うちらは常識人と思われてないんじゃの。心外ね。
リタは今まで僕にどんなイメージを抱いていたんだい？は？何を急に。いや、君の感覚なら有利の友人に対して常識人なんて評価はしないと思ったから意外でね。あんたやっぱ有利の同類だわ。お前ら二人とも俺に失礼だろ。ザクが出てきやがって。肩の力抜いてね。楽勝だぜ。
こんにちは、長老様。何をうなってるのかしら。おや、お前さんたちか。いやの、タンスを掃除してたらこんなものが出てきたのじゃよ。タンスから剣？それにしてもこいつはただの剣じゃなさそう。似てるわ。それに
ああ、形がって言うんじゃなく雰囲気が似てるわ。これはどういう剣なのです？おう、よくぞ聞いてくれた。わしの記憶が確かなら、これは伝説の九つの魔装具の一つじゃ。魔装具？おとぎ話にある14の頭を持つ魔物から生まれたという伝説の武器です。うん、地上ではどう伝えられとるか知らんが、ここではこう言われとる。いにしえのブラスティア文明が最も栄えた頃、特別な文を作り出そうという試みがなされた。結果、とてつもない力を秘めた文が誕生し、その数は9つだったとか。古代遺産の伝説の武器か。デインノモスが実在している以上、ありえない話じゃないかもね。デインノモスもその魔装具なのか。長老の話が本当なら可能性はあるわね。でも、もしこれが本当に魔装具の一つなんだとしたら、そんなものがなぜ長老様のタンスに？それがさっぱり思い出せんのじゃ。なんせタンスの掃除など何十年ぶりかじゃからの。何十年もタンスを掃除しないなんてありえません。もし本当にすごい武器なんだとしたら、ろくでもない奴に渡る前に俺たちが集めちまった方がいいかもな。そうね、ろくでもない奴がいろいろ動き回ってるしね。長老様、これいただいてもよいかしら？うん、構わんよ。え、そんなあっさり？いや、正直見つけたはいいが、どうしたものかと悩んでおったんじゃ。わしらには不要なものじゃし、と言って適当に扱ってよいとも思えんし、その点お前さんたちならうってつけじゃろ。他の魔装具の情報は何かない？そうじゃの、言い伝えでは9つは互いに引き合うんだとか。なら、もしそれが魔装具なら他の魔装具に反応するかもしれん。けど、デインノモスは反応してないぜ。ん？そうか。なら、それは魔装具ではないということかもしれんの。じゃあ、どうやって探そう？わかんないこと考えたってしょうがないわ。あたしらが一つ持っとけば、誰か悪いやつに全部集められることはないわけだし。それでいいんじゃない？そうね。じゃあ、長老さん、もらっとくよ。ありがとな。うんうん。
金って知らないうちになくなってますね。そんなわけないでしょ、使うからなくなるの。少しずつ使ってると出費してる自覚はあまりないものね。ちょっと使いすぎちゃいました、反省です。何言ってんの、どんどん使うの。あ、なんで。お金は使えば使っただけその人のところに戻ってくるのよ、仲間を連れてね。本当ですか、面白いわ。あ、お金にリタの名前が。そう、いつ自分のところにお金が戻ってきても分かるように名前を書いてるのよ。その時にはきっとお金は倍に増えてるの。さあ、どんどん使いましょう素敵なおとぎ話ね。